不随意運動、不随意運動、不随意運動、インバランテリムーブメントとは、意思に基づかない、不合理な運動のこと。タイとなる用語は随意運動である。不随意運動に関して、分析を行う場合は、以下の点に関して注目する。上記の分析を行うために、ビデオ撮影を行うことが多い。また、不随意運動を正確に判断するには、表面筋電図が用いられる。 近電図の解析によって、筋放電の出現部位、律動性、周波数、持続時間、相反性、同期性などが、客観的な数字によって捉えることができる。不随運動は、最初に律動性、周期性があるなのか、非律動性、周期性がないを判定する。一定のリズムで反復していれば、律動性の不随運動と判定し新鮮か、ミオクローヌスを考える。 一方、不随意運動の方向や周期、振幅が不規則ならば、武闘病、バリス部、アテトーゼ、ジスキネジアを考える。比率同性の不随意運動である、武闘病、バリス部、アテトーゼ、ジスキネジアの責任病相は、大脳規定格、お上格、比核から泡お玉から、支障過格である。大脳皮質、大脳規定格、小脳が、運動制御では重要視される。 特にアレクサンドルクラッチャーによる運動ループモデルは多くの不随運動の解析で有効である。典型的な大脳皮質は組織学的は6層に識別できる。1層は分子層、2層は外轄部層、3層は外水体細胞層、4層は内化粒層、5層は内水体細胞層、6層は多形細胞層と言われている。一次運動野では 4層の内化粒層が薄いが5層の内衰退細胞層は厚く、ここに別巨細胞が認められる。大脳皮質の入出力に関してまとめる。大脳皮質は末梢からの吸収性繊維の大部分を支障を介した死傷皮質炉として受け取る。皮質への入力は、それぞれの皮質量やに対応した支障から、4層と6層に収支するが、4層が主要なものである。 皮質間のやりとりに関与するのは、高連繊維と連合繊維である。高連繊維は能量を介して、左右の半球間を結合し、連合繊維は、同一半球内の皮質量や間を結合する。大脳皮質から遠心路は原則として、第5層の衰退細胞に寄死する。例外は2つあり1つは、皮質から死傷への遠心性繊維の大部分は、第4層に寄死する。 皮質から線状体への投射の一部に第三層に寄死するものがある。連合繊維と抗連繊維は主として第三層の衰体細胞に始まる。大脳規定核は一般的にお嬢核、比較、泡青玉、オダマ、主小化核、黒質が含まれる。小脳と異なる点としては大脳規定核には直接感覚入力が入らない。点。 脊髄に直接投射繊維を送っていない点は挙げられ、泡青玉は系統発生としては古い。内側随番で泡青玉オタ外説、グップと泡青玉オ内説、グパイに分かれ、それぞれ脳の全く異なった部分と繊維連絡をする。お上角と比較は系統発生として比較的、新しく一括して線状体と言われる。死傷価格、STN と黒質は中脳にある。 収納の黒質は、配側の緻密層、SNC と副側の猛要層、SNR に分かれあわ青玉と同様脳の,の、全く異なった部分と連絡している。合わ青玉内節、グッパイと、黒質猛要層、SNR は、大脳規定核の主たる、出力繊維を出している点で類似している。洗浄体や合青玉の腹側にある、側座く、ナズや QQ、OT も、 規定核に含まれることがある。大脳皮質は直接感覚入力を受けないが、大脳皮質感覚やから、線状態に感覚入力があり、視床へ投射することによって、視床に入ってきたい感覚運動連環のニューロン発火を調節している。また、脊髄に直接投射していないが、皮質脊髄路や脊角脊髄路、毛様体脊髄路の活動に影響を与えることができる。 大脳規定核は広範囲の大脳皮質からの比較で入力を受け、支障を通じて同じ領域に繊維を送り返している。入力は主として運動や体制感覚や前頭、前の大脳変円形からである。大脳規定核の中では多くのループが並走しており、パラレルループとなっている。それぞれ入出力関係のある大脳皮質によって運動ループ、 眼球運動ループ、背外側前頭、前のループ、前帯上階ループの4つに分かれる。運動制御に関係するループは運動ループと、眼球運動ループである。運動ループと関係する皮質は、主として、補足運動やや、運動前のであり眼球運動ループと関係する。皮質は、主として補足眼やや、前頭眼である。1 9九十年代、アレクサンドロ・アンド・クラッチャーによる、 運動ループモデルが提唱され、2012年現在でも、基定核疾患を理解する上で有用である。ドーパミン D1 受容体及び D2 受容体は、線状体ニューロンに存在する。ドーパミン D1 受容体は興奮性であり、D2 受容体は抑制性である。それぞれの線状体ニューロンは、ギャバ作動性である。D1 受容体を持つ、線状体ニューロンは、 国質模様層やア青玉内節に軸索を送っており洗浄体国質路と言われる。D2 受容体のニューロンはア青玉外節に軸索を洗浄体アワアオタ字へ送っている。国質緻密層、SNC から国質洗浄体路を通じて放出されたドーパミンは D1 受容体を通じて洗浄体国質路、興奮させ D2 受容体がいかに通じて洗浄体アは 青玉地を抑制する。D1 受容体、D2 受容体が、いかに活性化されたかの評価でしばしば、ニューロペプチドを調べることがある。D1 受容体では、サブスタンス P やジノルフィンである。D2 受容体ではエンケファリンである。これらは、ギャバと共に産出される。D1 受容体が刺激されると、黒質毛要素や青玉内部子が、ギャバによって抑制される。 黒質毛要素と泡青玉内部子は死傷にキャバサ動性にウーロンを送っているため抑制の抑制とな死傷は興奮する。死傷は大脳皮質に興奮性ニューロンを送っている。ドーパミン D1 受容体を介した皮質洗浄体。黒質毛要素、泡青玉内節死傷皮質のループを直接時という。直接時のドーパミン放出により、 D1 受容体が刺激されると皮質には興奮性の神経伝達物質が増加する。D2 受容体が刺激されると洗浄体やは、青玉字は抑制され、アワーアオタマ外節、グップが抑制される。アワーアオタマ外節、グップは、視床価格、STN にギャバサ同性の抑制性のニューロンを、黒質毛要素とアワーアオタマ内節に送っている。ドーパミン D2 受容体を介した皮質。 洗浄体からは青玉外接、支障科核黒質毛要層、アワー青玉内接支障皮質ループを関節炉という。関節炉は、黒質緻密層、SNC 興奮によるドーパミン放出により D2 受容体が刺激を受けると、支障は興奮する。関節炉に大脳皮質から、洗浄体へ興奮性の刺激が入力されると支障は抑制され、 その結果、大脳皮質も抑制される。大脳皮質からのグルタミン酸を介した、興奮性入力では、直接時では抑制性シナプスが2つあるため結局、大脳皮質へは興奮性の出力として変える。関節路としては抑制性シナプスが3つあるので、大脳皮質への出力としては抑制となる。運動ループとしては、直接時は興奮性、関節路は抑制性である。 しかしドーパミン刺激は直接時を不活化し関節炉を抑制するため全体的として運動を不活化する。アレクサンドル・クラッチャーによる運動ループモデルはミンクにより解剖学的見解から周辺抑制、サラウンド・インヒビチオンという概念に発展した。随意運動で皮質が興奮した場合直接と関節炉ともに刺激される。直接時は黒質毛要素 泡青玉内節の狭い部分を抑制する。最終的に焦点性に皮質を興奮させるがこれは信号と雑音の比を高める策があると考えられている。関節炉は視床過格後半を興奮させ、黒質毛要素を泡青玉内節の広い部分を興奮させる。これは皮質の意図した運動以外を抑制させる意味がある。この抑制を周辺抑制という。 運動屋の興奮によってまずは直接時によって目的の運動が行われ遅れて関節路によって周辺抑制がかけられると考えられているまた一時運動屋から直接支障価格 STNA 行く経路もありこれをハイパー直接時というハイパー直接時は広範な抑制をかける作用があるアレクサンドルクラッチャーによる運動ループモデルは 人の規定核疾患による不随意運動をよく説明できる。小脳の分類はいくつか知られているが、小脳中部、小脳内側部、小脳中間部、小脳外側部という分類がよく用いられる。これは小脳皮質からの出力系、すなわち小脳核とよく対応する。小脳中部、内側部は無労いただき核に、小脳中間部は注意核に、 小脳外側部は、四場角に繊維を送る。虫部は、前庭角、赤角など、脳管下行路の一部から室板だけ角に、入力繊維を、そう、再び脳管の角である、前庭角や毛様角に投射し、近位筋の姿勢保持の筋の制御に関与する。小脳中間部は、中位角から、脳管の神経角に、特に赤角に出力される経路で縁位筋の、 運動制御に関与してる。小脳外側部は、市場角から支障を介して、運動皮質、運動や一部の運動を、前の前頭、前の頭頂用に投射している。大脳皮質から、胸角、皮質発射時や、衰退炉とは別の繊維を通して、小脳皮質に投げされた繊維が再び市場角や、支障を通じて、大脳皮質に、フィードバックする系がある。この 皮質小脳皮質ループ、または小脳ループは運動学習や運動技能獲得など随運動の際、瞬時、瞬時に形成される運動プログラムの形成に関与し、スピードの調節に不可欠と考えられているフィードフォワードコントロール。小脳への入力は、主としては大脳皮質、脊髄、前提系からであり2カ所の中継角がある。これは、 胸郭と塩髄の香り深くである。小脳皮質からの主要な出力はプルキンエ細胞であり、これはギャバ作動性の抑制性ニューロンである。プルキンエ細胞への登場性にと、下流細胞がグルタミン酸性の興奮性入力をしており、ゴルジ細胞、カゴ細胞、正常細胞がギャバによる抑制性入力をしている。プルキンエ細胞からの軸索は、 小脳深部の各分、室板だけ角、注意角、四条角にシナプスさ出力繊維が出される。小脳の大きな出力繊維である上小脳足は、主として四条角と注意角の殻の繊維で形成される。脳幹で上行繊維と下行繊維に分かれる。新鮮とは反復性のあるリズミカルな運動であり、体の全体、またはその一部がある平面をめぐって描く不随な、 規則的なリズムの運動と定義されている。臨床所見による分類であり、原因や規則に関しては問われていない。律動性の不遂運動として、新鮮とミオクローヌスは、区別が難しいこともあるが運動の方向が一定していれば、新鮮、一定していなければ、ミオクローヌスである。ムーブメントディスオーダーソサイティの分類では安静時、新鮮、動作時新鮮に分類され、 動作自身線は、姿勢自身線、運動自身線、到着運動自身線に分類される。新線の基準に関してはドイシュルラは四つの基準をまとめた。抹消性の原因として、抹消の物理的な振動、脊髄の反射経路のでの新線の二つが知られている。抹消の物理的な振動とは、物質の重さ、硬さ、粘度などに規定された固有の振動である。 振り子のようなものであり、短い振り子ほど、早く揺れるため指では 20Hz ほど、肘では 3Hz ほど、肩では1から 2Hz ほどである。脊髄の反射経路で起こる心線は二通り知られている。甲状線機能更新症や、心因性心線は、正常な反射経路が更新することによって心線が、出現する。また、抹消神経障害特にシドップなどでは反射リズムが、 障害されることで新線が出現する。中枢性の原因としてドイシュルダンはペースメーカーが想定されるもの、小脳性新線のようにフィードバックフィードフォワードループマルファンクションの二つを挙げた。中枢性の基準では、中枢で作られたリズムが脊髄に伝えられて筋肉のリズムが規定される。抹消の重量負荷で動きの大きさは小さくなるが周波数には影響はしない。 中枢のペースメーカーには2種類が知られている。一つはペースメーカー細胞が想定されるものであり、古典的な本体性新生や抗外母新生が代表疾患であり、下オリーブ核がペースメーカー細胞となる。下オリーブ核の細胞は新生の発現前に火星被害が起こり、その後から新生が出現する。被害する過程で下オリーブ核内の細胞同士が キャップジャンクションを作り、束になって多くの細胞が同期して発火できるようになり、この同期発火が毛様体脊髄炉を介して、脊髄を刺激して、新鮮をが発生していると考えられている。もう一つの基準が、大脳基定核ループである、大脳皮質比較から青玉から、死傷大脳皮質、小脳ループである、大脳皮質胸格症の皮質小脳核、死傷大脳皮質が、 中枢神経内ループとなり、大脳規定核疾患や小脳疾患の不遂運動に関与するというものである。もう一つのフィードバックフィードフォワードループ、マルファンクションは、小脳失調で、測定課題があるときに認められる。測定課題を補正するための動きが、また測定課題となりというプロセスを繰り返して、振動るように見えるという基準である。もう一つ、 第3の中枢性の基準として、脳全体のシステムの揺らぎとして起こるという意見もある。以上の基準を踏まえると新線は以下のように分類できる。周期のおおよその目安としては、遅い新線とはおおむね 4Hz 以下であり、中等度ならば4から 7Hz、早い新線は 7Hz 以上が目安となる。ミオクローヌスの定義は突然起こり、素早い。 電気的な中枢神経由来の不随意運動である。転換の痙攣を除外するために意識障害を伴わないという条件が加えられることもある。意識障害を伴わない持続性部分転換は定義上はミオクローヌスとなる。立動性の不随意運動として、神線との区別が難しいことがあるが、神線は運動の方向が一定であるのに対してミオクローヌは一定していないことが多い。 またミオクローヌスの最も多いものはシャックリであり、これは大角膜のミオクローヌスと考えられている。筋電図の記録はミオクローヌスの診断においては非常に重要である。ミオクローヌスの一部は100ミ以下の持続の筋放電や筋電図の途切れが見られ、これだけ短い動きは随意的には作ることが出ないため随意運動の鑑別にも重要である。 他の不随運動でもここまで短いものはない。ただし例外的に持続の長いミオクローヌスも存在する。原因疾患としては、アルツハイマー型認知症、CJD、低酸素脳症でよく認められる。間別で重要なものとしては、繊維多場性蓮縮とチックが挙げられる。繊維多場性蓮縮と末梢神経由来の病態であり、筋肉の一部が収縮するが、ミオクローヌスは、 全体が収縮する。また、線板場精錬縮は出現する筋肉が一定で、あるが、ミオクローヌスはランダムとなる。ミオクローヌスと診断したら、それが陽性ミオクローヌスか陰性ミオクローヌスかを検討する。その5部位は全身か一部の筋肉か、同期しているのかバラバラなのかを検討する。また、ミオクローヌスを誘発する原因に関しても、検討する。持続的な筋緊張により、 しばしば粘点性、または反復性の運動や姿勢異常をきたす病態である。日本神経学会における正式用語はジストニーである。ジストニア研究班ではジストニアを以下のように定義している。ジストニアとは中枢神経系の障害によって起因し、骨格筋の持続のやや長い収縮で生じる症候で、ジストニア姿勢とジストニア運動からなる。 前者は異常収縮の結果としての異常姿勢、異常くら位であり、後者は異常収縮によりゆっくりとした運動であり、これらはその症例にとって定型的である。ジストニア姿勢は一時的であっても必ず見られる。ジストニアにより随意運動の遂行が様々な程度、妨げられる。ジストニアは特定の随意運動時に出現し、あるいは著しく増強する場合があり。 これを動作性ジストニアという、とされている。責任部位としては、大脳規定核、死傷、死傷化核などとされている。多くの中枢神経疾患のほか、薬剤性、L、ドーパー、ドパミンアゴニスト、抗転換薬、中毒、代謝性疾患などでも起こる。全身性ジストニアは遺伝性が多く遺伝歴も重要である。遺伝性ジストニアでは、DYT5 は、 日本で初めて報告され、瀬川病とも言われる。ジストニアの治療として、原因薬物の中止のほか、エルドーパやコーコリン薬、スジシカン薬が用いられることもある。定義だけでは、ジストニアの特徴は分かりづらいため、いくつかの特徴を示す。形成者系、初形、眼形系列が多い。遺伝性ジストニアは、数多くの原因遺伝子が報告されている。 小脳、脳幹で、カルシウムチャンネル IP3 が機能しなくなると発症する。不遂運動の要素としては、舞踏運動、ジストニア、ミオクローヌスなどのいろいろなものを含んでいて、それらが混ざっているときに、ジスキネジアと呼ぶことが多い。異常運動を全般をジスキネジアと呼ぶこともあるし、薬剤性の不遂運動を特に自発性ジスキネジア、または、自発性症候群を指す場合もある。 薬剤性の場合は、神経疾患薬で起こることが多いが、パーキンソン病治療薬によるジスキネジアも存在する。また高齢者の更新ジスキネジアは一つの疾患として扱われる。薬剤性の場合は、原因薬物の減量、その他の場合は武藤病と同様に治療することが多い。レボドパ誘発性ジスキネジアにはアマンタジンが有効なことがある。 抗精神病薬は精神のみならず神経機能にも強い影響を持ち薬剤誘発性パーキンソニズムを起こすことから神経主観薬ニューロレプティクスと呼ばれるようになったすべての神経主観薬はドーパミン受容体をブロックする薬物ドーパミンネレセプターブロッキングエイジェンツドラバであることが後に判明した PET アスペクトによる検討ではハロペリドールやフルフェナジンといった 衰退外露症状が強い薬物では80%以上の D2 受容体遮断作用があるとされている。クロザピンやクエチアピン、オランザピンは D2 受容体よりも、むしろ D4 受容体に親和性が高いため、非典型神経疾患薬に分類される。薬物誘発性、パーキンソン症候群や、地発性症候群を起こす頻度が低いのは、D2 親和性が低いこと。 セロトニン系の遮断が衰退外路症状発現に有効との説もあるが、詳細は不明である。神経疾患薬により D2 受容体が遮断されると、死傷のニューロンは抑制を受け、皮質の興奮性が低下し、パーキンソン症候群が生じると考えられている。神経疾患薬を投与し続けることで、D2 受容体の数が増加し、ドーパミンに対して過敏になる。 メカニズムは不明だが、神経疾患薬の投与が続くと、D1 受容体も過敏になる。D1 受容体、D2 受容体ともに過敏になることが、自発性ジスキネジアの発生に関与していると考えられている。以下に、ドラバとしてよく知られた薬物と代表的なドラバの副作用をまとめる。自発性症候群は、 ドラバを長期に投与された場合に副作用で起こる症候群である。代表例は、自発性ジスキネジアである。自発性症候群の診断基準としては、以下の3点が重要とされている。第一に不随運動を伴う、第二に少なくとも一つ以上のドラバの投与歴が6ヶ月から1年以内である。第三に薬剤を中止しても少なくとも1ヶ月は、症状が残存するという3点である。 地発性症候群とドラバの関係としては、地発性症候群は、ドラバを中止すると、しばしば悪化が見られる。特に急に投与を中止して生じる舞踏運動様の、不随運動は、ウィズドロール・イマージェント・シンドロームと言われる。ドラバを増量すると、地発性症候群が抑えられる、ことがある。ドーパサド薬で悪化することもある。これらの特徴から地発性症候群は、 ドーパミン受容体の過敏性に起因すると考えられている。自発性ジスキネジアをはじめとする自発性症候群の治療のポイントは以下のようにまとめられる。もし臨床的に可能ならば原因となっているドラバをゆっくり減量し中止する。可能ならば新たな投薬は避け自然環解を待つ。特にジスキネジアが軽度でありアカシジアやジストニアがない場合は 待てることが多い。治療が必要な場合は、最初に、ドーパミンコか作用のあるレセルピン、5から 8mg、デイヤテトラッペナジン、TBZ、アルファアメチルピーチロシン、アンプトを使用する。副作用のうつ症状やパーキンソン症候群には、抗うつ薬やパーキンソン病治療薬を用いる。次に、ドラバオヒテ系抗精神病薬であるクロザピンや、クエチアピンを試みる。 もし無効ならば、少量のドーパミンアゴニストを使用する。その目的はシナプス前のドーパミン受容体を復活し、ドーパミン酸質を減らすためである。ジストニアには、コークリン薬を使用する。アカシジアには、エクトを考慮する。以上の治療がすべて無効ならば、主症破壊術やアワーオダマ破壊術が、ジスキネジアやジストニアでは検討される。DBS なども検討される。 更進ジスキネジア、または、クゼスジスキネジアは、口周囲の顔面筋、咀嚼筋及び絶筋に出現する、比較的早い、滑らかな不遂運動であり、口腔内に大きなサイズの食べ物を含みもぐもぐさせるようなウニや、舌を出して引っ込める、舌で更進を舐める、顔をしかめるといった動きである。武闘病の範疇と考えられる。血管障害や、 地発政治スキネジアの基準で出現することが多い。発作政治スキネジアは舞踏運動、アテトーゼ、バリズム、ジストニアなど様々な運動の組み合わせで起こる、発作性の運動異常症である。かつては転換の一種とも考えられていた。しかし発作中に脳廃場も見られず、意識も保たれ運動が、ジストニア、舞踏運動、アテトーゼといった、 衰退外路症状を示すこと転換の範疇にはめない。染色体異常部位が転換や片頭痛など発作性疾患の異常部位の近傍にあるため発作性疾患との関連が指摘されている。以下の4種類の発作型が知られる。リズム、出現部位、パターンとも不規則で顔、体幹、ほずえ・下肢いずれにも症状が出現する。 動きそのものは正常人が真似できる随運動と同等の性質のものである。ハンチントン武藤病に見られる動きが典型的な武藤病である。運動の特徴としては速さは、ミオクローヌスほど速くなく、アテトーゼほど遅くない。筋電図では五十から二百ミズ持続する筋放電が認められる。これは、ミオクローヌスとアテトーゼ、ジストニアの間の値である。 発生液除は、大脳基底核回路の関節炉が障害される。直接時を介しての動きが出過ぎてしまうためと考えられている。具体的には、お上核、比較、またはその繊維結合、視床過核、またはその繊維結合、中脳皮蓋の3箇所のほか、内側毛体発症の報告がある。非常に多くの疾患でこの症状が出現する。ハンチントンブトウ病。 史上角赤角アワーオダマい体意識症、ドラプラなど、遺伝性疾患、糖尿病、ツルなどで起こり得る。ジスキネジアが似た動きをするため薬剤投与歴の確認も必要である。最も激しい動きの不随運動であり、自分では止めることはできない。動きの激しさのため心不全や骨折など外傷を起こすことがある。手や足などを投げ出すような動きと表現する。 改善過程では、症状が軽減すると部等運動様の動きを示すことが多い。多くの場合は、片側の上下肢に出現し、ヘミバリスムと言われる。この時の責任病相は、体側の支障価格である。支障価格の病変によって、大脳基底核の関節炉が障害され、直接自由位になり支障、運動や景に即通効果が出現し、 過剰に運動が生じるという基準が想定される。この基準は武闘運動の基準と同様であり、症状が軽減すると武闘運動になるという臨床経過と一致する。原因疾患は、死傷化核の出血のほか、糖尿病性昏睡などでも起こる。当て当ぜの語源は、一致を保てない、真を保てないということである。従って、一に、一定の一致に体を保つことができず。 常にゆっくりと手足や体が動いている状態である。動きは遅い動きで不規則であり、タコ足のように動いている。筋電図では1から3秒という長い時間持続する筋電図が出ている。脳性麻痺の患者でしばしば認められる。偽性アテトーゼが鑑別として重要である。偽性アテトーゼは深部感覚障害によって同様の動きが生じることであり。 平眼で症状が悪化するのが特徴である。当て当然を見たら薬剤内服の確認、平眼での症状の変化、深部感覚障害の有無の確認が重要となる。練縮とは、持続時間を持った断続的に起こる異常な筋、収縮状態である。制御できない筋の短縮と筋の硬直を伴う、激しい痛みである。練縮との大きな違いは痛みを伴うかという点が一番。 大きい。筋練縮は、小村ガエルとして日常的に経験できる。筋練縮を起こしやすい全身性疾患や神経疾患も知られている。筋の小部分の自発的収縮が反復し、あたかも隣接する部分が、次々と収縮することによって、波立つように見えたり、皮下を虫が這い回っているように見えたりするものである。アイザックス症候群、または、ニューロミオトニアは、 四肢の筋硬直、筋収縮後の歯間困難などの症状が知られ、後 v GKC 抗体が原因として知られる。心因性不遂運動にはいくつかの特徴が知られている。まずは突然発症し突然止まることが挙げられる。特に分単位で消失するときは心因性である可能性が高い。また他の異常神経所見がなく非進行性の 経過であることも心因性では多い。不遂運動のパターンが奇妙であり変動しやすい。他の心因性の神経症状とも同様であるが、人が見ていない時には、症状が出ていない、他のストレスで運動のパターンが変わりやすく、心因性の要因が思い当たるなども特徴的である。症状の変化を誘発する主義で症状が変化する、デストラクションという現象もよく知られている。これは、 症状が出ている手と反対の手を、他の動きをさせると、正常側の動きにつられて、不随意運動のパターンも、正常側の動きに近づいてしまう現象である。心因性心線で、重量負荷をかけた時に帰って心線が増強するのも、同様の基準と考えられる。不随運動では、動きの速さ、頻度、大きさ、律動性あるいは規則性の有無、出現部位、分布、 出現状態、安静時、姿勢時、動作時、影響因子、睡眠、精神的緊張、意師による抑制効果などで分類される。筋電図としては、多数のマップグループから構成されるため群化放電を起こす。一つ一つのマップを評価する場合は、ハリ近電図で検査を行う。不意運動に伴う群化放電の評価項目としては、以下の五つが知られている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。